女人川は、徳島県徳島市を流れる川で、吉野川水系に含まれる新町川の支流である。下流部は、福島川とも呼ばれる。官名は伊水。細川頼りが1385年に、女人川に移る城山を、中国長安の伊水に移る山になぞらえて、川を伊水、山を伊山と名付けたと伝えられる。ただし一説にこれは、 史実ではなく、イノシシを伏した姿からイノシシ山と呼ばれ、それが遺産と当て地され、それから遺水が名付けられたという。ジョニン川吉野川から分岐し南へ流れる、新町川の上流部の三都合橋で左岸から分岐し、東へ向きを変えた新町川下流に再合流する。途中で向きを東南東から南南東に変えており、そこまでの左岸地区を、伊北地区、そこからの左岸を、 伊東地区と呼ぶ。右岸は徳島の中心街である内町地区で新町川と女人川に挟まれた一つの中州であり、島としては氷炭島と呼ぶ。沿岸の地区と町はである。中流部の伊北と伊東の境に大岡川が合流し、住吉と福島の境から住吉島川が分岐する。住吉島川分岐地点付近より下流は古くより福島川と呼ばれている。 南前川町と徳島町の間では両岸に徳島公園が広がる。水質は2007年度の結果によると COD が4から午後5時で少し汚れているが、透視度は50センチメートル以上あり良好である。2007年には A が生息しているのが発見された。除人川の清掃活動などは新町川を守る会が行っている。住吉島川分岐地点により下流は 砂岩が福島で古くから福島川と呼ばれ、現在でもそう呼ばれることがある。分岐点直後の福島橋からが福島川の橋とされる。ただし橋の名板には、福島橋には除人川、その次の福島新橋には福島川と記載されている。水質は除人川とほぼ同じ。橋梁は福島橋、福島新橋、中墨港橋、福島一帯を流れており、 中洲港橋を過ぎると新町川に合流する。ジョニン川と同じく新町川を守る会が清掃活動を行っている。上流部より行き祭。ジョニン川沿いにある公園の一部は美しい日本の歩きたくなる道500選のコースに選定されている。上流部より行き祭。ありがとうございます。